岩手県立等の高等学校は、岩手県東の市に所在する公立の高等学校。略称は東高。1901年に、岩手県立園の中学校として開校した、旧正中学校を前身とする。1948年の学生改革の際に、新生高等学校、岩手県立等の第一高等学校となり、翌1949年に、 高等女学校を前身とする岩手県立等の第二高等学校と統合され、現行名の岩手県立等の高等学校となり、男女共学を開始した。全日制家庭で普通化設置。1901年に創立した男子校岩手県立園の中学校は5月1日に授業を開始した。 1908年に、党の調律女子職業補修学校として設置された、女子校と1949年4月1日に、統合し、現在の、岩手県立党の高等学校となった。1958年に、定時制が閉鎖され、全日制に、農業科が設置された。農業科は1964年に、岩手県立党の農業高等学校として、 独立する。1963年に設置された商業課は1990年に募集停止となり、本校は全日制普通課のみの高校となった。1948年に設置された宮森文校は1991年に岩手県立東の高等学校情報ビジネス校となったが、2010年3月に閉校し、本校と統合した。 設備面については1997年、新校舎の他にセミナーハウス改築、プール改修等の整備を行い、2007年3月15日に、新第一体育館が竣工した。ありがとうございます。